田中祐介は、日本の男性実業家、YouTuber。大阪府水田市出身。一橋大学経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレーコ経営大学院。経営学修士課程修了。株式会社ロコンド共同創業者、代表取締役社長兼 CEO、L キャピタル、東京株式会社代表取締役社長。元社儀株式会社代表取締役会長。 大阪府水田市出身。東方中学校、高等学校を経て、2003年、一橋大学経済学部卒業、マッキンゼーカンパニー、日本支社入社。2007年史上最年少で、マネージャーに昇格。2009年カリフォルニア大学バークレーコ、経営大学院経営学習士課程修了、経営学習士。その後、アメリカ合衆国で起業し、 後事業売却を行う。米、DNA グローバル社マーケティング、製品担当上級副社長を経て、2011年株式、会社、J 堂、共同創業し、代表取締役社長に就任。2017年東京証券取引所マザーズ上場。2018年ラオックス株式会社と共同で、コーポレートプライベートエクイティファンドの L キャピタル、 東京株式会社を設立して、代表取締役社長に就任するとともに、シャディ株式会社を買収して、代表取締役、会長兼経営改革プロジェクトリーダーに就任したが、わずか2ヶ月で辞任。ありがとうございます。